X1060 エディターの阿部慎二です。 X1060 は、サイバーセキュリティをより戦略的に、より組織的に形作るためのフレームワークを提供するものとなっています。 ITUT という、国連の専門機関の一つで、その ITUT の中で他のメンバーと一緒に日本で作ってきた国際標準に資する日本のアウトプットをですね、世界で通用するような形にまとめ上げていったものとなっています。皆さんこの動画を見ている方もセキュリティに関わっている方が多いと思いますが、現実的にどうやってじゃあ そのセキュリティ対応をしてきたかっていうと、やっぱり社内でインシデントが起きたから何かしなきゃいけない。世の中でこんな事件が起きちゃいました、ランサムウェアの被害が出た、標的型攻撃で情報が抜かれたとかですね、そういったものが起きた時にその場その場で作り上げてきたっていう部分はあるような気がしていますが、全体で見た時に継ぎはぎになってませんかっていうところが多分心配になってくると思うんですね。本当にトータルとして綺麗にできているのかみたいなところをより考えやすくするために書いてきたのがその X1060。 これまで自分たちが作り上げてきたものがどのぐらいできているのかみたいなところには非常に使いやすい資料となっていると思います。 CDC のフレームワークとしてですね、まず構築の段階でですね、セキュリティの業務として何をやるべきか、誰がやるべきか、どのレベルでやるんですかっていうところを先にきちんと決めて考えていきましょう。最初にその構築プロセスをしっかりやっていけば、おのずと自分たちがどれぐらいできているかっていうのが見えてくるというような作りになっています。 CDC のコンセプトを理解できると、何を作るべきで、どう回すべきで、どう評価して次につなげていくか、非常に考えやすくなると。サイバーセキュリティを取り巻く状況っていうのはもうすごく変わっていく部分が多いっていう中で、現場現場が対応してきてしまう部分もあるとは思うんですけれども、それだけに頼らず、いかに組織としてそれを理解して答えを出して良い対策につなげていくかって、道筋があるだけでも考え方が全然違いますし、そこから生まれてくる品質ですね、それも変わってくるはずなので、そういったところに CDC のコンセプトを生かしていただくのが一番いい使い方かなと。例えば日本でいうと、課長だとか部長みたいなポジションでセキュリティの責任を担っている方っていうのがやはり大きなターゲットになるかなと。組織の中でセキュリティの施策をこう中心となって考えていかなきゃいけない経営層だったり CIO 層って呼ばれる方の理解が必要にもなるので、ぜひその方たちにも読むように言っていただきたいなと。サイバーセキュリティの体制を作るっていう時に、じゃあそれをどんな業務でどういうふうに立てつけていこうかみたいなところで、この下敷きとして使っていただく、そういった活動を支援するセキュリティコンサルタントの方がお客様にこういうふうにやったらいいですよっていうところで、それを教科書的に使っていただいているみたいな場面もあるようです。日本の会社なんですが、グローバルに展開しているお客様、各国各国でサイバーセキュリティの状況とかは全然違って、しかも商習慣ですとか文化も違う中、統一されたセキュリティのルールを作るとか、そういったところをやっていくときにですね、共通言語的なものがないと話がなかなか噛み合わないみたいなこともあったみたいなんですが、こういった今回のような国際標準としてある程度決まった形があることによって、トータルで意味のある形でまとまりの良いセキュリティ対策につなげていくことができるみたいな話も、国内においても自分たちの組織のことだけじゃなくて取引先とか、そういったところも一緒に考えていこうっていう流れの中で、やはり共通言語ってすごい大事だと思うんですね。私が思っているサイバーセキュリティとあなたが思っているサイバーセキュリティやっぱ違うと、それを少しでも話を合わせやすくするために X1060 を使っていただくシーンっていうのが多くなってくるんじゃないかなと。適用しようと思いすぎると、もしかしたら使いにくいかなと。今やってることを X1060 的に言うとどうかなぐらいでいいんじゃないかな。今多分たくさんのセキュリティ施策やってるはずなんですね。皆さん X1060 の中では9つのカテゴリーの64の業務を定義しています。自分の会社はこれやってるな、これはやってないな、丸バツつけるだけでもですね、自分たちが全体として何をやってたかっていうのが浮かび上がってきますし、それこそが X1060 がやりたかったことなので、無理に適用するっていう発想よりも、やってることを再生するためにちょっとずつ使っていくみたいな形が一番いいかなと。 X1060 は今後国内国外問わずですね、幅広く使っていただけるように普及啓発していきたいと思っています。ぜひですね、使った感想とか溜まった経験値なんかは情報交換していただいて、より良い使い方などを見つけていっていただけると非常に嬉しいかなと思っております。